回は指の欠損にかけたフォーク重ねる演出に対する美食家の反応を紹介します。指の欠損にかけたフォーク重ねる演出ほんと好き。トリコの指欠損シーン、グロ描写が直接的ではなく、しっかり隠されててもどういう状況なのかが分かりやすくて表現うまい。トリコの欠損を表現する時のこのやり方ほんとかっこいいよな。自分の小指が欠損したのを歯が一本折れたフォークに例えたシーンも好きだし、初期のトミーロッド戦が面白すぎる。やっぱこの辺りが一番熱いな。文句なしのベストバウトよ。副料理挑戦はどれもいいよね。 GT ロボだけどジュエルミートの時のスター純戦もいい。グリーンパーチはちょっと活躍ががっかりだけど、初めて副料理長と本気で戦うっていう待ちに待った展開だからな。想像通りの強さで戦ってる最中に弱体化することもなかったし、初めてグルメ界突入したり、この辺りトリコ負けること多かったけど面白かったな。氷山突入までの極限状態でもワイワイやってるキャンプ描写好き。実際トミーロッドの方が圧倒的にシーシー余力残してるのいいよね。アイスヘル編はマッチたちが格上に勝つのもいい。みんなで頑張ったってのは間違いないけど、てっぺいいなかったらトリコも死んでたくらいだからな。マジで生きてたからラッキーとしか言えない。互角な戦いして疲弊していくトリコが気合い入れ直したところで、トミーが重り外して本気出す絶望感いいよね。今まで戦ってたトミーが全然本気出してなかったのがもうやばい。トミーはやられ顔がとても良い。石田ボイスがめちゃくちゃかっこいい敵役。成人主人公だからかなり成熟してんだよなトリコ。1話目の登場シーンからハマキ吸って酒飲んでる主人公だからな。この後トリコと再戦しないとは思わなかった。トミーが徐々に押してくんだけど、要所要所でトリコが劣勢ながらも挽回しうる効果的な反撃アクションするから、爽快感とハラハラ感がたまらねえんだ。お互い欠損なんのそのの殴り合いはやっぱ燃える。この辺りどうなっちゃうんだ。感動はすごかった。アニメのスレガの回は作画も載ってて見応えあったね。シマブーがジャンプコメントで反応した回だったとか聞いた。ありゃ確かにすごい。トミーの飯とか食いたくないな。センチュリースープは確保失敗から再現復活までの流れも美しい。センチュリースープは刹那が数十年かけても再現できないあたり、本来は自然のを汲んできた方がはるかに難易度低いんだろうな。確かトミーはもうグルメ界入れるレベルだったっけ。チバリングの使い方がそう使うもんじゃないだろう。とはなるのにブーの音も出ないほど合理的かつ効果的で唸らされたから好き。気をつけろやワゴン。部下少年誌の規制の中あえてはっきり見せないことでショックや恐怖を増す表現うまいなと思う。やっぱりマッチョがボロボロになりながら戦う漫画が良いよな。あとじいさんばあさんが強い漫画も。やっぱガリガリのイケメンよりマッチョの殴り合いのがワクワクする。トリコは負け試合多いけど、不思議とトリコは弱いとはならず敵が強いと思える。ああ、確かにこれ言われてみれば不思議だわ。四天王という良い比較対象が身近にいるからなのかね。欠損部位が元に戻る世界観かどうかで緊張感がだいぶ変わる。生き返りとか不死身まで来るともう何でもあり。これよな、破損箇所が元に戻る世界観は欠損って感じしないんよ。髪の毛が切れたとか服が破けたとか元に戻るっていう感覚だから見てても驚きはあんまない。逆にワンピとか切られた手足は能力とかで補強しない限りどうにもならない世界観だと一気に緊張感変わる。実際チェンソーマンの次くらいに5は両者多いんだけど、王道なせいでアズマうつにアニメ化されちまった。貫通、骨折、欠損といったその場しのぎじゃどうにもならないような重傷がそこそこ出てくるのは結構リアルでいい。どんな攻撃受けてもバチン、ゼロゼロダメージみたいなゲーム的表現じゃ面白くないし。トミーロッド戦は腕せえ痩せる概念なかったから、これどうすんの、空の関係ねえって言ってそのまま釘パンチしたから少年心が爆発した。なんでトミー VS トリコがベストバウトに数えられるかっていうと、途中から敵と味方の強さのバランスが悪い戦いばっかりで、死闘というより圧倒するだけなんだよな。で、強すぎる敵は途中で引っかかることをつぶやいて去っていくっていう流れ。トミーロッド戦の時はやべえ、治るんかこれって思ったけど、スタージュンとかあたりではかすり傷やなって感覚なってた。バオーはなんとかなるやろって感じで見てた。トミーロッド戦は誰がなんと言おうとトリコベストバウト。なんだかんだ言ってトミーは強者と認めたものとは怠慢で殴り合うから好き。トリコがめっちゃ苦戦したトミーを簡単にノッキングした鉄平がその後戦闘描写であんまり出ないの他と比べて珍しいよな。たけしと飯島ブーの戦闘シーンおもろいわ。実際欠損に緊張感がを感じてた頃くらいが面白かったわ。アニメだとこういった流血描写がなくて緊迫感が足りなかった。人間改変では身体欠損そんな簡単に直せなかったからハラハラしながら見てたな。あとトミー戦をはじめどの戦いも
暑かった、血まみれ、ない腕で殴るとか、それこそ野生の戦いを表現してるようで、グルメ改編は熱いバトルってより敵の常識外の強さを楽しんでた気がする。ただ血流してやられるより体の一部が欠損する方がその後のストーリーが予測できずに緊張感が増すよな。子供の時センチュリースープを振る舞う回で親が魚介系のスープ作ってて漫画から匂いがするようになったんやって思った。子供の頃特有のあどけない理屈と五感の印象的な記憶が伝わる素敵なコメントやね。アイスヘル編は環境を含めて残虐な角上の絶望感と熱いバトルの演出がめちゃくちゃうまいなってなるギャグも織り交ぜながら、なのにずっと緊張感があるのもすごい。でも読後は結構爽やかな気分になる不思議。アニメのトミーロッド戦の作がめちゃくちゃかっこよくて好き。キモいゆえに好ましくない性格してるのになぜか好きなキャラ。かなり強い虫を大量に出す上、捕獲レベルが低くてトリコよりも断然弱い虫でも数の暴力で補ってくるし、虫突破してもかなり消耗してるし、本人も自分で殴りに行った方が強いから戦い方としてはめっちゃ合理的。トミーはアニメでもめちゃくちゃかっこいいんだよな。バトルシーンの作画を担当してくれた志田さんには感謝だな。ガキながらもアニメ見てて不気味っぽいのにかっこよさあるのすげえなって思ったし、その後ノッキング強すぎってなった思い出。アイスヘルのトミーロッド戦マジで面白すぎて、小学生の頃月500円しかないお小遣い握りしめて10巻買いに走った。トリコとトミー戦あたりのアイスヘル編は本当にジャンプ看板レベルで面白かった。トリコとトミーの対決はお互いに何が何でも殺すって感じがたまらない。トミーロッド戦の絶望感と緊張感は異常。とにかく敵キャラとしては傑作すぎる。下道ではあるけど卑怯者ではないっていう絶妙な塩梅のキャラだと思う。虫は使うが自分自身もめちゃくちゃ強いし強敵と認めた。相手には敬意を表する潔さもあるし、嫌いになれない不思議な魅力がある。副料理長3人揃った時は短い時間だったけど仲良さそうでよかった。今まで凶悪サイコ丸出しだったのに唐突にゴリマッチョ化して謎の武人感出してくるんだから絶望感がしましですよ。マジで本気出してなかったんだなって。トミー戦は勝負っていうよりお互いの生き残りをかけた殺し合いって感じが好きだった。初登場のセンチュリースープ編から残忍さバリバリでまさに悪役って感じですごく好きだった。基本虫任せで自分から戦わないと。思いきや虫使わなくても強い、相手の強さを敬い重んじることもできるというかっこよさもあるというね。もっと出番が。トリコ戦の最終局面で高速具外して本気になったところの絶望感は半端なかった。そこからのレクナイフのカタルシスも筆舌に尽くしがたい。トリコのキャラって大体は一芸を極めててワンパターンな戦い方しかできないのが多いのに、トミーロッドは虫を極めてる上で本人も戦えるから多彩な戦い方ができてこったキャラだと思う。こんな見た目しながら実は肉弾戦が得てっていうのが良い。刀振り回したり能力バトルやら魔法やら、まあかっこいいんだろうけど、個人的にはアイスヘル編終盤のような血みどろのぶん殴り合いが一番熱くなる。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。